ここは宿屋ですね。各社さんも休憩できますよ。どちらに進むべきでしょうか。右側からは水の音が聞こえますね。傷を癒しましょう。アイテムを拾います。獣の死骸ですね。魔物にでも襲われたのでしょう。私たちはこうならぬように気をつけましょう。先に進むには飛び降りるしかなさそうですね。ランタンは濡らさないように注意してください。何かあるようです。道はどこに続いているのか確かめてみますか。武装した敵です。優勢に立てるよう考えます。隙の大きい技をかわし直後を狙いましょう。隙のできる機会があれば。魔物を倒す方法を新たに学習しました。攻撃後の隙を狙いましょう。敵の攻略知識が上がりました。まず待って。まだだ、まだやれます。力を合わせた結果です。回復します。お待ちを。廃墟のようですね。何か残っている可能性もあります。大きな木ですね。隠れ！魔術師がいます。注意してください。何かを運搬するには険しいんです。この一手で戦況が変われば。攻撃を連続で食らう。攻撃の隙を狙いましょう。攻撃を連続で食らう。
応できる機会があれば。魔法を使わせません。攻撃後の隙を狙いましょう。できる機会があれば。準備運動にもなりませんね。やりました。これは通れそうな段差ですね。ひときわ大きく見えます。狭い道です。歩きにくいですね。いつか街道から魔物がいなくなる日に来てほしいものです。意外と海が近いですね。気になる場所の多い地形ですね。何か戦況が変われば。私たちに任せてください。闇雲に攻撃してもかわされます。炎での攻撃が効いています。倒れろ。くらえ。ありませんね。これは力を合わせた結果です。回復します。お待ちを。水際にはいつも細心の注意が欠かせません。
足場が悪いですね。この辺りの岩からは何か取れるかもしれません。流木や石などが流れ着いていますね。これは入手しておきます。ん？何かありますよ。
ここから落ちると命を失います。足場が悪いですね。注意して進まなければ。気になる場所の多い地形ですね。何かないでしょうか。足元に気をつけてください。意外と海が近いですね。この街道を北に進んでいけば領土にたどり着けるはずです。立派な建造物です。関所でしょうか。テントがありますよ。悠々のご参上だな、各社よ。さすがは気負いも焦りもないか。領土へ向け出発する。道中積み荷を狙って魔物が出る。各員警戒を怠るな。各社もよろしく頼む。期待しているぞ。このクエストに詳しくなりました。さあ行きましょう。ギッシャを魔物たちから守りましょう。立派な建造物です。関所でしょうか。ギッシャが壊されないように注意してください。ゴブリンです。弓で狙います。この一撃戦況が変わる。戦争よりアイテムが先です。魔物だ、気をつけろ。街道に出てくるぞ。我らの力あってこそ。油断するな。見つけ次第叩け。こんなはずだ。各社殿、この峠の街道はもはや魔物の住処です。ギッシャから離れすぎない。どこから襲われるか予想がつきません。くれぐれもご注意ください。この周辺には反撃。上からも来るぞ、備えろ。厄介な方を使いな。地上戦ならばこちらのものです。クルジナが攻撃が続きます。こちらに敵を引きつけます。急降下の攻撃には注意です。空が飛ばれては。まだまだやれます。鳥でしょうか。厄介な疑いを使います。危険な通りです。情報からの危険にも備えない。ハッピーです。こんなものでしょう。準備運動にもなりませんね。ハッピーに捕まると上空へ連れ去られます。かつては両手とカサデスの往来も盛んだったようです。この一手で戦況が変われば地上に降りてきた時が遠くです。厄介な歌声を使います。注意。狼は群れで行動します。魔物を倒す方法を新たに学習し、闇雲に攻撃してもかわされます。ハーピーの声は危険です。空を飛ばれては。取り乱している今が好機。炎の攻撃を加えます。噛みつかれないよう注意。機敏に動きます。下の上で攻撃が得意なようです。
苦手なようです。倒れろ。警戒しておいた方が良さそうですよ。隊長、この先は落石が多い。気をつけてください。こう曲がりくねっていると道の先に何があるか、気候を食い止めなければ。こいつは厄介です。助けてください。急降下の攻撃には注意です。やりました。待て待て、この先の小屋で役に立つものが入手できるかもしれません。道が分かれていますね。これは入手しておきます。ハーピーがいます。険しい山道ですね。どんな街なんでしょうか。着くのが楽しみです。ゴブリンがいます。気をつけて。倒してしまえば盾も意味をなしません。この辺りはゴブリンの待ち伏せに注意です。まずまずです。
人の群れです。この号令は厄介。優勢に立てるよう考えます。出たぞ、蹴散らせ。任せてください。何かあるようです。激しく争った形跡が認めます。アイテムを拾います。ランドでも回復します。こいつら厄介です。もう少しだ。あと一息、一気に抜けろ。ここが最後の関所です。回復します。お待ちを。ここを越えれば領土はもうすぐですよ。この辺りは領土とビルエースの中間地点といったところでしょうか。よし、どうにかここまで来たぞ。こんなものでしょ。最後まで気を抜くな。進め。谷間では敵に挟まれないように注意しましょう。準備運動にはなりませんね。我々の勝利です。各地に小型の魔物がいます。この一匹戦況が変われば。こんなものでしょう。ゴブリンです。領土が見えてきました。隠れ。もうすぐ到着です。武装した敵です。援護します。敵の大きい技を感じ、攻撃を狙いましょう。全ての街道はこの領土に通じているようですね。こいつは厄介です。壊れる前はさぞ立派な門構えだったのでしょう。回復します。領土の兵士などと出会うこともあります。ここが領土グランソレンです。さあ入ってみましょう。到着だ。ご苦労。ハイドラの首が土産となれば、両王も我らの働きを認めよう。領民らも我らの勇姿を見よう。さあ胸を張れ。
よろしい。では各自休息を取れ。では私はこのまま城に向かい両王へ報告に行く。お前は追って達しのあるまでこの地に投入するがよかろう。よし、城へ参るぞ。